簡単にアクアセルを使ってビーディーに作った花瓶飾りです。アクアセルのおかげで吸水は万全。テーブルの真ん中に根っこ付きの花束を置いていくとおしゃれですね。こちらの桜草とネメシアとフリルビオラとそれからプラチーナとアイビーの可愛いカノンと、ね、赤松ギャザリングをしました。分けてで根っこを巻きました。ちょっとね動きがある葉っぱとお花可愛いでしょ。これ花束みたいなのでこちらを根洗いしてもよかったんですけども今日はちょっと土を残してギャザリング水苔糸で巻いています。そしてこちらの、ね、アクアセルを今日は使います。アクアセルを巻いて使うのでくるくるくるっと巻いて花器このね花瓶素敵な花瓶に入れるのでもう少し幅をこれぐらいかなこんな感じで切っていきたいと思います。幅的にたくさんにしたらここを切りますね。一応これはアクアセルシートというもので植物がここのアクアセルシートに根っこが入っていくともう植物が欲しい分だけ吸水してくれる水を吸水してくれるので本当に便利なものです。それでくるくるくるって巻いていこうと思います。結構太くぐるぐる巻きにしてここにグッと入れれたらなと思います。ちょっと入れにくいかもうちょっとじゃあ切りますね。これをね本当に細くブーケとか仕上げたいときはここをスライス半分の厚みにスライスするんですけどね本当は半分の厚みのものが出ればいいんですけどねスライスカッターでハサミよりカッターでした方が早いかもしれません。このアクアセルに水を染み込ませます。こちらは、HB101 というこういうものを何滴か入れたお水です。でこれすごいでしょアクアセルすごい量の水が染み込むので最初からそうしててもいいし後でかけてもよかったのかも。これは穴が開いてないものなので、で全然でもまだまだすごく吸水性があってほらいくらでも入っていってます。でこれで、こういう感じでくる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 太いので一巻きで大丈夫ですね。で水ぼけ糸でこうしてくる。
にちょっと入れ込んでおいていいと思います。できました。簡単にこれだけです。でここにブブ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 とで下の方が細いので入れて、どうでしょうか。こんな感じで花瓶に花束を飾るような感覚でアクアセルシートに、またちょっと乾いたら水をあげるだけです。ちょっと長かったので下の方のアクアセルを切りました。それでここの花瓶に入れてみます。こんな感じで可愛い花束です。よいしょ、ふーっと、どうでしょう。こんな感じで花瓶に飾ると可愛い根のあるお花。いつもありがとうございます。